願いします。よろしいですか。こんにちは、遠藤の宣言台の遠藤と申します。4月の12日にですね、協議が開かれて、で、私たちはその協議そのものの再開はちょっと待てという申し入れしてたわけですね。で、ちょっと待てという申し入れはですね、この協議がというのは一体何なのかということと、それからもう一つは川のことそのものの問題なんで、河川整備計画に基づいたですね、検討の仕方を取るべきだということで、そういう要請を出してたわけですね。でところが、そういう要請を、踏みに回答することなくですね、再開したというのがまず第一点の抗議であります。それからその次はですね、この第2回の協議の中で小国川漁協はですね、公開を求めました。でこれは県も応じるということで、この一点に関しては評価したいと思います。それから小国川漁協はですね、有識者を委員として招聘することを提案しました。でこれを県が拒否しましたね。それからシンポジウムの開催すら県は拒否したわけであります。でその後の知事の記者会見でですね、知事自らもこの2つの提案を拒否したということなんですね。でこれはとんでもないことで、ダムなしのですね、ダムなしの治水を提案、小国川漁協はダムに依存しない治水をですね、ずっと提案してきてたと。でその提案してきてたことがですね、県からきちっと討議さ検討されていないということで、ずっと沼澤さんたちが、県に対してきちっとした検討を要望してたわけですよ。でそれがほとんどされないということでですね、でその代わりに漁業権取り上げられるとかもしれないというようなことで、ものすごい圧力を加えられて自死に至ったということなんですね。でそれに対してのですね、県の責任というか、今までのやり方そのものに対してですね、県が全く反省していないと、無視しているということがよく分かったわけです。でそれで私たちもですね、全国的に見てもこのようなやり方は決して許すことができないということで、再度の申し入れをすることにしました。要するにダムに依存しない治水の在り方ということに対してきちっと対応しようとするならば、ですね、それはどうやったらば可能になるのかということで、いろいろな知見をですね、より集めてですね、討論し合う中で見つけていくもんなんですよ。でそれを提案して、ずっと提案しているのに、それすらですね、無視して拒否したということで、この知事の姿勢というものは絶対に許すことはできません。まず沼澤さんが実施されたことに対してですね、知事はどういうふうに考えているのか、知事に責任はなかったのか、山形県に責任はなかったのか、それそのものを根底から問い直さなきゃならん事態になっていると思います。で、そういうことで抗議をしております。で私たちはですね、ダムによらない治水ということでですね、でそれがどうすれば可能になるのかということを検討する場を持つようにですね、強く私たちも求めてきました。だけど県は変な自信を持ってるわけですね。で今まではそういうことはじゃあ検討してきたんで、改めて、有識者の意見を聞く必要はないんだというような拒否回答をしてるわけです。でそれに対して、いや実際は違うんじゃないですかと、こういうような疑問があるんですよというのが挙げてみました。この参考としてね。でその一つがダムによる高水制御、洪水の制圧の制御はですね、有効範囲がすごく限定されているんですね。
要するに300何十トンの水を80トンまで120トンかまで制御するというけども、それで制御できる水の、水量と洪水の形態というのはものすごい限られているということで、ことがまず第一であります。だから治水方法として有効ではないということですね。それから2番目として、じゃあそこでダムによってですね、ある程度調節したとしましょうよ、できたとしましょうよ。しかしながらダムによる調節効果がですね、及ぶ範囲は極めて限られているんです。せいぜい2キロ3キロの範囲であって、5キロ10キロの下流までにですね、下流までその効果が及ぶなんていうことはないんですね、このようなここの場合には。でそういうようなことで、調節効果が及ぶ範囲が極めて限られているというようなことが全く論議されていないということが問題になっています。それからそういう意味でですね、小国川ダムによる主たる治水効果は、赤子ダム線地域に限定されているわけですね。でそうであるならば稼働修正で十分対応できるんですけども、なぜか意識的に無視されていると、こういう問題があります。それからもうその理由としてですね、ダメだと理由として、稼働開始に対しては下流域から行うので、朝倉温泉地域の稼働開始にたどり着くのは約100年後だというようなことを言ってるわけですね。でこれもとんでもない嘘っぱちでありまして、原則は下流からというのが原則なんですけども、実際に洪水被害が起きたところに関してはですね、国でもどこでもそこに対して手当てはしてるわけですよ。堤防の整備、稼働整備という形でね。でそれはどこでもやってることなんです。でなおかつ、それをやってまずいのはどういう場合かというと、下流域に大きな影響を及ぼす場合ですね、それをやることによって。でだけどここの場合には下流域に影響などほとんど及ぼしません。回収したことによって下流域で洪水が発生しやすくなるということはありえません。というのは、ここの稼働回収をしろと言ってる部分の距離せいぜい200メーターかそのぐらいしかないよね、長い川の中でね。で200メーターかそこらの部分しかないということに関してですね、稼働回収してですね、それの影響が下流のずっと下流まで及ぶなどということはありえません。ですから彼らの言ってることは全くの嘘っぱちであります。それからもう一つ、穴あきダムであるから長期の濁水はないんだというようなことを言っていますけども、これもあまりにも実態を見ていないと。で実際にはですね、ダムの上流域で大雨が降って山腹崩壊が生じると、そういうような場合にはですね、ダム上流域に、土砂が堆積するんですね。でその堆積した土砂がですね、完全に流出して流れ去るまでですね、白濁が続くんですよ、下流域に。でこの下流域への白濁が大変な漁業被害をもたらすというのも実績としていくつもあります。そういうことを全く無視してるわけですね。それから、もっと大きな問題として、一番の問題は赤倉山地域においては小国川が活用されていないんですよ。現在どこも川に背を向いた形の温泉街になってるわけですね、全部が。でそうするとですね、せっかくの小国川の素晴らしさを生かした温泉街づくりができていないと。だからその素晴らしさを生かした温泉街づくりをすることによって治水対策としても有効になります。それは今川の形がこうなってるでしょ、ちょっと見て、もう川の形がこうなってるよね、川の形、断面が。わかる？分かってない。分かんない。今は川が折り込み形状ですよね、こうなってるだけなの。ここ水が流れてるだけなの。普通の川というのは、こうなってたら少し歩けるところが水がかぶらないところがあって、それから普通水が流れてるところがあって、こういうふうになって、こうなったら、ね、でここがあることによって、その川が余裕が生じて、でここの河川敷があることによって川と親しむことができるようになってるわけ。
そういうことになってないんだよね、現実は。だからみんなもう川があそこの川はドブ川のような扱いになってると。そんなことでは温泉街としてせっかくの川がですね、観光資源として使われない、使われていないんですね。でそういうのことも踏まえるならば観光資源としてきちっと使おうよということが宿主さんたちもかなり今そういう合意ができてます。そうなるとどうなるかというとセットバックですよね。川をセットバックして、でそのセットバックをすることによって川幅が広がるじゃないですか。でなおかつ今言った高水時期っていうんですけども、普段は水の流れない、ね、広場、それ高水時期って言うんですけども、そこを活用した形でのものができる、できるから稼働も大水の時はそこ流れるわけで、で化石稼働の断面積も広く取ることができるということですね。でそうすることによってまたダムもいらなくなると。だからダムはいらないわ、温泉街は活発になってくるわ、それを使うことによってね。でそれから治水はしっかりしてくるわと。で、あと漁業資源へのダメージもないということで、三方に三ついいことがあるわけですよ。でそういうようなことなので、今の川との付き合い方をね、変えていくと、この際変えていくということがですね、一番重要なことになってきます。でそういう意味からもですね、ダムによる治水というのはとんでもないと。でそういうようなことがですね、きちっと検討されていないので検討しなきゃいけませんよということです。この事例です。他にこの辺のことをですね、科学的な根拠をデータをつけてですね、きちっと討論していく場を設けなきゃしょうがないでしょうということであります。でその科学的な根拠をつけた討論というのは普通の一般の、ね、人には無理ですよ。でそういう意味で有識者で川のことをよく知っている人に加わってもら加えるって検討するという、そういう提案をぜひ飲んでほしいということであります。私の方からは以上です。はい、私の方からはこの要請の理由というところに、なぜこういう、要請をするのかということも含めて、また県が、振り出しに戻るとかですね、協議は十分尽くしたということを再三にわたって言うわけですけれども、そうではないのだということを根拠も含めて、この文書の中に表しています。まずこの協議が何のための協議なのかということなんですが、治水と漁業振興のための協議という名のもとで沼沢組合長に年末迫ったはずです。それはダムありきだったら私は参加しないよと沼沢さんは再三にわたって言っていた、まあ、しかし今どうなのかということです。まあ、その中で、今回の有識者を協議に招聘すること、これは非常に真っ当な提案だと思うんですが、この協議の中で振り出しに戻るなどと発言した方々がいらっしゃる。そして座長はそれを助長するような発言をされてました。そしてこともあろうに知事がそれを会見でそのまま受け止めるような発言をしている。私はこれを見てとんでもない話だと思いました。振り出しに戻すことではないんです。説明責任果たされてないから漁協は不安がある、だから専門家にきちっと尋ねたい、そうした思いがある。それからこれまでの協議や話し合いという場がフェアじゃない、公正でないからこうした提案が行われたことだと思うんですが、そうしたことがどうも分かっていないと思います。で、まあ、この協議の中で青木理事が言ったことについてこの場でそのまま記載しています。私は専門家ではないから有識者を入れて協議をしていただきたいのですと。で県のこの協議のあり方はダムありきだと、ダム
でダムのない治水対策を漁協としては求めるんだと、これまでもずっと求めてきたんだと。で県はダムありきのことしか協議していない、そしてダムによらない治水のため の, その有識者を交えるということについて拒否されたわけですよ。このままじゃ拉致が開かないんじゃないかと。で漁協の主張を考えた説明会協議会にしてほしいと心から願いますということで結んでるわけですけれども、あの協議の中でこうした発言があることの意味というものが分かんないのかなと思います。知事はなんだ、ただ行政が説明すれば説明責任を果たせるような発言してますけれども、その説明では納得いかないから招聘しようというふうに言ってるわけなんですけれども、それがよく分かっていないんじゃないかということを指摘をしています。で、知事はまた会見の席、河川整備計画策定時やダム事業検証時などにおいて有識者の意見を何回もいただいてきたなどと答えてるんですが、実際どうなのか、これ8年前の話ですから、これは私もう冒頭から協議会の場に参加をし傍聴し続けてきましたので、あえてお話しさせていただきますと、河川整備計画策定時の場でですね、これは18年の1月20日から5月まで6回開かれているんですけれども、その場に参加した沼沢組合長は2月24日第4回目の協議から欠席をし、そして委員の辞任届を出しているんです。でそこから流域委員会、要するに県が主催する流域委員会と小国川漁協とのこの治水の議論は完全に決裂しているわけです。でその理由について私は当時環境 NGO の代表として意見書を提出しています。この意見書について後でまた持ってきますが、一部を抜き出しますと、この流域委員会というものが当局の提示するダム案を追認するための委員会として捉えられるような構成で一方的に推し進められてきたことがこの辞任の理由であると組合長は語ったと。そして、この最上地区町委員会というのが正式に流域委員会に位置づけられた委員会なんですけれども、その10名中1人だけ、小国川漁協の組合長だけがダムによらない治水を正面から訴え続けていると。それからそこに同席した河川工学者お二人いらっしゃるんですが、お二人ともダム治水のことしか言わない、ダムによらない治水のことについては言及しない、具体的に言うと山形大学の大久保先生という方と東北大の風間さんという、先生なんですが、その2人の河川工学者のがリードするような形でこの治水論が述べられていただけだということであります。で、まあ、当時その長野県新潟県真摯に、この協議会を開いているところに倣って、ここでは具体的にその流域委員会に入れるべき名前も挙げながらですね、この意見書を挙げています。しかし県はこの指摘に反省もなく委員会を修正することもなくですね、漁協との関係を決裂させたまま河川整備計画を当時策定しているんですね。河川法上で直接利害関係者である漁協が参加しないまま決定された河川整備計画という事態ですね、相当の問題があるというふうに考えます。また民主党政権下2009年からのダム検証の場ですけれども、県の検証に位置づけた最上小国川流域の治水と活性化を考える懇談会、この中で驚くながらですね、治水の本質的な協議ができる河川工学者が一人も参加していないんです。そして河川法上の利害関係者である漁協は招聘されていないんです。で本来県が行うべき治水の検証というのはダムによらない治水論の学識者をきちんと交えて協議する。それが真っ当な検証のあり方です。それがここではそういう方を交えずにですね、県当局の技術者や県が依頼するコンサルタントのみで、検証の場を行っていると。その結論というのは県が推し進めるダムに偏重したものになっており、本質的な治水対策の検証に全くなっていないということであります。で県はよくその場には、県
県は実はこの河川工学者いなかったことを担当者自ら認めてるんですけれども、県はその上でですね、国の有識者会議では河川工学者を交えてるからいいんだという発言をしています。しかし、有識者会議の場は遠藤さんよくご存じなんですが、県からの報告を尊重することが大前提になっていて、科学的検証を行う場じゃないんですね。そんな時間ないんです。それをいいことに、県が県当局でやったダムありの治水論が良しというような判断を私たちにも答えとして、そういうふうに主張している。これは極めて不当なんですね。結局これまで治水という競技にダムによらない治水を主張できる河川工学者、また流水型ダムに疑問を持つ科学者などが完全に排除されたまま、この治水の競技が行われているということであります。で、さらに説明会や公聴会やってきたと、パブリックコメントやってきたと県は言うわけですが、その説明会公聴会の場は私全部参加してます。答えをはぐらかす場面、そして質問者がまだ手を挙げてるのにもかかわらず途中でそれを遮って会議を中断する、終了する、こういうことがまかり通ってました。これは後でビデオもありますから、後でお見せすることもできます。でパブリックコメントについてはただ聞くおくだけと、まあ、霞が関文化なのかしませんけれども、それを踏襲したやり方をして、まあ、私たちが投げかけている真摯な問いかけにも全然答えでもしない、そして反映もさせない、そうしたままこれまで来ているということであります。要するに全く説明責任たるものが果たされていないんですね。だからこの協議の場、その説明責任をやっぱり果たすべき場にすべきだということです。それから年末の漁業権を盾に迫られた協議で、沼沢組合長が了解したのはダムによらない治水、そしてダムによる治水双方を真摯に協議できる場であるということを求めてました。そして了解して協議の場に乗ろうとしたのは県がそれを示したからなんです。12月22日の日に漁協を訪れた若松農林水産部長が、私たちはダムありきでないことだけは誤解しないでほしいという発言をしているんです。これはあの年末に朝日新聞さんだと思いますが、12月の24日かなんかの記者会見の席でも、知事の記者会見の時にこれをこう改めて問うていらっしゃるんですが、私たちも漁協から伺っています。これは農林水産部長がダムありきではないということを誤解しないでほしいと言ったんだと。だから漁協の組合長はダムによる、そしてダムによらない治水をしっかり議論できる場だと思って、参加をしている。しかし農林水産部長自身がですね、今回の協議の場でダムを前提とした漁業振興みたいなことを発表してるんですね。今となってはまさにダムありき前としていて、まあ、私はあのこれ治水と漁業振興の協議という名のもとでやってるんですけれども、今の段階ではもはやダム治水と漁業振興という名称に私変えるべきなんじゃないかとも思ってます。でまあ本当この稼働しているものは2例しかなくて、小栗川ほどの清流環境に作られた試しがない流水型ダムについては反論する科学者の方々、そういった意見をしっかりと受け止めて説明責任が果たされるべきですし、また県の見解というのは今発表されている最新の知見、このダムと環境影響についてですね、完全に無視したままであります。でまあこれこういったことを踏まえれば、まさに振り出し戻るなどと門前払いすることは絶対許されないことだと思います。でまあこの件については県知事の見識を問いたいということで、投げかける内容になっています。またあの協議の場でですね、最後に漁協からこうした発言がありました。年末のこの漁業権を盾にして迫った時のことについて触れたものであります。漁業権の消失にも発展しかねない重大なことを見据えていたとするならば、話し合いを進める側として差し当たりしなければならなかった初期の事務手続きを怠っていなかったのか、
まあ、文書にも明示しないで担保を見せろというやり方はどうなのかということが述べられています。それから小国川漁協に対して、まあ、免許の更新を認めないということが実行された場合、どういうこの小国川の管理ですとか組合員の扱いですとか県外から訪れる遊漁者の対応などどういう対応を想定していたのかということについてお聞かせくださいとありました。これにはしっかりと答えてほしいということを、述べております。最後になりますけれども、この本来の川の力を生かす漁業振興って、私は本当に本来の漁業振興を目指し、それを信念を持ってやり続けてきたのが沼澤組合長であったと思います。その思いというのを検討局は何だと思ってんだと、私は声を大にして言いたい。決裂した前と全く同じ形の協議会であれば、漁協はもう協議に応じる必要はないと思いますし、真摯に治水の協議を行おうと協議に臨んだ故沼澤組合長並びに漁協に対してですね、これ以上欺くなどということをしないでいただきたい、慎んでいただきたいということを述べて、この文書を結んでおります。以上であります。今日は熊本からわざわざ熊和漁協の吉村さんにいらしていただいてますので、この一連のことですとか、また、まあ、川辺川を守ってきた本人として、一言お話しいただきます。熊川漁協の一員としてよりも、やはり川辺川、熊川ダム反対運動の一人の審判として、この問題の中身については私はものすごく疎いです。はっきり言って中身何にも知りません。じゃあそんなやつがなんでこの場に座ってるのかと言われますと、この穴あきダムそのものが絶対に治水の有効性もなければ何の意味も果たさない。この穴あきダムそのものがいかに川を壊し、その流域の自然環境を壊すものか、そのことを知っていただきたい。現に我々熊川は八代から約110キロぐらい上流にダムではなくて砂防堰堤という形で作られた、これは砲抜きというんですけども、大抜きもみきという2つの穴あきの砂防ダムができたんです。まあタイミング悪く2年後に、上流部で山腹崩壊が起きまして、その穴が全部詰まっちゃったんですね。詰まるんです。どのような穴が開けてあろうが詰まるんです。なぜかというと山腹崩壊の場合には流木が圧倒的に多いんですよ。立ち木が滑るから。と今度は濁った水が来ますから土石流です。穴が全部塞がりますね。だからそこにものすごい量の土石が堆積するんです。ダムの上流にね。ダムの上流に。それが長い年月をかけて河道がどん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 掘削されて落ちていくたびに上から落ちていって、下流域100キロ八代海まで約3年間にわたって毎日毎日この濁水が続きました。球磨川には下流に、まあダムとしては大きいものではない2つのダムがあります。ここがだいたい3日ぐらいかけて、八代まで水が届くんですけども、その2つのダムで沈殿できないぐらい、ね、2つのダムが沈殿作用するんですけども、その2つのダムで沈殿ができないぐらいオシロール、要するに、冬でが続く。球磨川はその3年間にものすごい鮎についての被害が出ました。八代海はヘドロで埋まりました。この今回、ここにできるダムの5分の1以下です。5分の1以下どころか10分の1以下ですよね。とんだ小さいです。延定ですよ、ね、うん、我々が被害あったの。それでさえそれだけのものがあるのに、ここにできるダムそのものについては聞いてるかな、ね、うん、俺一生懸命喋ってんだからね、
皆さん方はね、古今の昔から最上川というね、日本の歴史上に名をなすような大変素晴らしい川を持っておりながら、このダムを作ることによって小国川だけでは止まりません。最上まで全部潰します。河口まで。何回も来てから聞いたのは、これから河口まで流体どのくらいありますか、100キロぐらいですかね。それだったらもう絶対下流にダムがないから、沈殿するものがないから、河口域まで全部埋まりますよと。要は富山湾が、ね、出し平、ここからあんまり内より遠い近いですよね。あそこでどれだけのヘドロの量、あの小さなダムにたまったヘドロで富山湾がどれだけ被害を受けたか、よく思い出してください。同じことが起きます。海までこの大事な最上川、この皆さんがおそらく最上川というと心の中に一番大事にしている誇りだと思います。皆さんが殺すことになります。認めた人すべてが最上川殺します。はっきり言いますよ、殺してしまいます。ひとたび上で土石流、山腹崩壊起きて、このダムが詰まると、詰まるのは 100% 間違いないです。少なくともこれだけの規模だったら、うちがあの小さいもので3年間でした。5年、長くするとその後にどん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 まだ山腹崩壊はあのなくても洗い流してきますので、5年も10年も続きますよ、ね、山国川、大国川、これだけの川だったら、失礼な言い方かもしれませんけど、これだけの水量の川であんだけのものが泥が流れてきたら、もうまずマス類は全滅です。流域検視の中にいるマス類は全滅、これはもう私がはっきり言います。鮎は全滅しません。なぜなら放流するから、放流ができるから、ね、だけど商品になる鮎は取れません。大きくならない。そのことをまず知ってほしい。これだけの川で、この川がどれだけの地域産業を支えてきたのか、地域の皆さんの魚を取りながらささやかなんでもやはり収入、現金収入としてきた実績があると思います。それを全部パーにしてしまうだけの責任が山形県として取れるのかどうか。これは鮎は今ここに穴あきダムができるという話があって、まだ全国で3つか4つですよね。はっきり言って計画はいくらもあります。しかし現実的にここまで進んでるのはこれ3つ目ぐらいかな、2つ目なんだ、ダムとなればね。3つ目か4つ目です。いやー、それと3つも計画的にまだそんなもんですよね。朝からはまだそれ、朝からはまだそれ、いやいや、だからいい、そういう話でもいいから、はい、はい。しかしそのたった2つか3つかしか今稼働してないはずの、私が今例にとったこれはダムじゃないんですよ、サボエンって。そのうちの一つは山口にある、島根だな、島根と山口県だから、ここはもう日本でも一番おいしいと言われた鮎が取れてたと。それちょっとここが全滅しました。ちょっとそれはまだ内緒の話、家というか、まあまあいい、これで、まあそういう目に、やはりここの人たちもやはり真実を知ってほしい。このダムがいかに無益というか自然環境を吐く有害、まさに何の得もないということを私たちが身をもって経験してるから、これだけはどうしてもやっぱり認めたらいかん、認めたら自然環境全部殺しますよということだけをですね、私は皆さんに知ってもらいたくて、まあここまで来ました。まあそれにまあ残念かな、幸いかな、私たち熊川漁協というものが国土交通省から漁業権についての強制収容という形での採決申請をなされました。しかしこの中でその協議の中でいかにこの問題、ダムについての強制収容がバカバカしいものか、これは国土交通省も半分は認めざるを得なかった。今までずいぶん
嘘を800並べて流域市民、県民、国民を騙し続けてきたけど、その場で明らかになったことが随分あります。そういうことも含めて山形県が あまりにも今ゆうべちょっといろんなパンフレットちょっと見させてもらっただけでも何を言ってんだよというようなことを感じました。あまりにも私はゆうべ思わず言いました。山形県は詐欺集団かって。あ、特にダムに関してはひどいもんですね。なんだっけ、まあそういうことでダムよりもダムのない川よりも清流を実現するなんとかって。ダムができて、栄えた市町村ありません。これは私も随分もう日本全国走り回ってますけど、これだけははっきり言えます。ダムを作って栄えた市町村はただの一つもありません。ダムで観光化なんて夢また夢、亡国の夢ですよ、こういうのは。そういうことをですね、皆さんに知ってほしいんです。そういう実績として残してしまったもんですからね。いろんな夢物語をその前には皆さんに植え付けておきながら作ってしまったら、あとはもうバイバイさようなら、あとの責任は誰も取ろうとしない、ね、これが日本の一番悪いところだけど、まあそういうことで、皆さんには絶対こういうダムは作らせてほしくない。これは山形の最終的な恥になるようなことだと。最上川死んでしまいますよ。もう泥水を流して草し最上川って私は歌ってきましたけどね、誰かさんの歌にあやかって、そんなになっちゃいますよ。目に見えてます、これだけはっきりしてます。あと私たちがですね、全国的な運動というかダムの反対運動をしている中で、ダムの反対運動というのは自然を守る、地域を守るという意味でですよ、無駄なダムをやめさせるという運動をしている中でですね、一番学んだことは何かというと、そのダムの問題が、ダムが本当に必要なのかどうかという問題についてですね、そこはほんの一部の利益者集団が語るんではなくて、県民全体のね問題として、県民に返したということで止まったのが川辺川ダムなんですね。でそれを言い始めたのが知事なんですよ、当時の。この間もお話ししたかもしれませんけども、塩谷さんという当時の 女性の知事なんですよ。で、川との付き合い方本来どうあるべきなのかということを住民を交えてですね、徹底的に、あのダムは国のダムですから、国とそれからダムに対して慎重な意見を持っている人たちとね、徹底的な意見を交わす場をね作ったんです。それで住民たちは、県民たちはですね、結果的にダムはいらないんだと、必要ないんだという結論に至ったんですね。そういうような経過からすると、やっぱり吉村知事にもですね、吉村知事が全部知って分かって判断していると私には夢にも思えません。吉村知事が本当に自分でしっかりと判断して、そういうような学識有識者の話を聞く必要はないんだとね、いうようなことを言っているならば、吉村さん自身がですね、きちっと対応すべきなんですけども、要するに知事自身が川に対してどういうような姿勢を持っているのか、これが厳しく問われてます。そのことをね認識していただきたい。でもしね、できることならね、吉村さんは塩谷さん先輩で、知事の先輩として塩谷さんにですね、住民たちあるいは漁協はこんなことを言ってるけども、信憑性はどこまであるんだろうかとね、でこういうことを言われてる時に県知事としたらどうしたらいいだろうかと、先輩に対して意見をね聞きに行くぐらいの謙虚さがあって、私はいいと思います。穴あきダムの事例っていうのは今稼働してるのは2つしかありません。でその2つに関しても上流に大きなダムがある川にあるダムなんですね。なのでこれだけの清流環境に作られた試しがないダムですから、よほど慎重にこれは検討しなければ
環境に影響がないとかそういう浅はかなことを言ってはいけないことだと思います。極めて乱暴な判断をしている。それも有識者、それから最新の知見、そうしたものを交えないでなぜ判断できるんだろうと私は思う、うん、これ政治家がしっかりと見極めて、判断しなければいけない。その判断の材料としてできるだけ多くの知見を集めて協議を尽くして判断する、これが必要なのにもかかわらずですよ。科学的な 論調はまるで原発と同様に推進、ダム推進の論調しか入れずに、ダムじゃない論者は排除したままっていうのは、まるで本当討論の場でも言いましたけれども、3年前の 3.11 を学ばないどころか極めて乱暴な判断をしてるんじゃないか。でこの協議の場もそうした本来尽くさなければいけない協議の場がダムありきで止めようとするその座長の姿勢ですね、あとは両町長がそういう姿勢を取りましたが、まさに見識を問いたい。もう特に最上町長らのその姿勢っていうのは、あれで本当に自分が責任取れるのかと私は問いたいと思っています。でこれまでね、知事にしたし、なんですけど、その思ったまさに知事なんですよ。そして、この協議に漁協、協議の場に漁協をつかせるということを無理やりやったわけですけれども、私はダムによらない漁協が求めている本来やるべき協議の場に県がつくべきだと改めて言いたいと思います。それに全くついていない、協議全くしようとしていない、この姿勢は今すぐに改めるべきだということだと思います。すいません、長くなった、すいませんです。ありました。すいません、質問があればお願いします。どうぞ。山口君ですけども、寄せ書の中で公開の場で検討を持つことを強く求めるということですが、まあ、この会社としてですね、はい、科学的な根拠をするために有識者を含めたものであって、でそれで検討する内容がダムの必要性を含めて議論する場という、そういうことでよろしいですか。はい、そうですね。特にダム、今まで議論できなかったダムによらない治水についてということだと思いますけど、でダムによらない治水をですね言ってるのは、無害民小国川漁協だけですよね今ね。で小国川漁協さんにダムによらない治水が一番いいんだっていうのを全部説明 しなさいと言ったって、彼らは感覚的にはそういうふうに思って分かってるけども、じゃあ感覚的にどうするんだって言った場合にはですね、大変ですよ。それだったらば感覚的にも本当はこうなんだよということをですね言える人がですね助力上助けないと無理ですよ。そういう意味です。はい、失礼な言い方かもしれないですね。今日回答受け取りにペーパーにはあったと思うんですけど、それもやります。その回答とかっていうのがいつ、この後今日取りに行きます。あ、取るっていうのはじゃあもう県側はまあ用意してますよっていうサジェスションは、今日取りに行きますと言って、はい、はいと言って言いますから、あ、そうです、それは受け取れるものだと思っています。で受け取ったら子供に持っていきたいと思います。はい、午後いえいえ、もうこれから参ります。すいません、YBC の二度と申します。久米町委員お配りしてます。吉村さんですね。あ、お伺いしたいんですけれども、先ほどの漁業権の強制終了っていう話があったんですけど、ちょっとその辺がいまいち分かんなかったので、もう一回簡単に教えていただきます。川辺川ダムを作る際にですね、川辺川ダムの場合には穴開きダムじゃなくてでっかいバンとしたダムですから、漁業権がある部分で行使できなくなるわけですね。でそれで漁業権のその部分の収容ということが必要になったわけです。
でそれに対して、まあ、あの保証金で型をつけようとしてたわけですけども、あの球磨川漁協のですね3分の2以上の人がの賛成が必要なんですね。それをあの飲むのにはですね、で3分の2以上の結果的に見て3分の2以上の人のが OK を出さなかったということで、漁業権の強制収容というふうになったわけです。で収容法に収容法を適用して、で事業認定が下りて、で事業認定が下りた後で収容採決申請が出て、でその収容採決申請のがに対してずっと対応してきたということですね。でそれがあの収容採決申請の結論が出る寸前にですね、あのもう一方で、あのダムの場合には利水っていうか農業用水の目的がありまして、その農業用水の目的っていうのはあの土地改良法に基づいて3分のこれもまた3分の2以上の、同意がないとできない事業なんですよ。でそれが裁判にかかってまして、3分の2以上の同意があったのかどうかという裁判がありまして、で高裁のレベルで3分の2以上の同意はなかったというふうに認定されたんですね。そうするとその利水事業できなくなるじゃないですか。川辺川ダムの持ってた2つの目的のうちの1つの利水事業できなくなったと。で利水事業できなくなったんだから国交省さんどうしますかと、ね、で国交省さんそうすると事業継続することはできないと。それならば収容採決申請を取り下げなさいというふうに、あの収容委員会の委員長から勧告を受けて、でしょうがない、それしかしょうがないということで、あの収容採決申請を取り下げたと、国がね、ということで終わってます。これ球磨川漁協と関係ある話ですか？そうです、球磨川漁協に対して球磨川漁協に対して強制収容という形の申請をした。しかしダムそのものが多目的ダム法に基づいて、計画をされたダムですから、治水と利水とそれからもう一つ発電と、そのうちの利水事業っていうのが頓挫した、こけちゃっただから、あとの日本ではその申請事業認定を申請した部分ので欠如する、だからその欠如したままでは事業が進められませんよと。だからこの部分はどうするんですかという問いかけを国土交通省にしたわけですね。国土交通省ではそれはうちの話じゃなくて農水省の話だから、うちでは返答できません。だから農水省に今度はそれを持って行っても農水省はもう行き詰まってしまってどうしようもないと。これが何ていうか計画変更でもすればどうにかなったかもしれないんですけども、その裁判所が出した結論は途中でこれ あれがなくなったんじゃないよと、その何ていうかあれは事業の始めるだけの資格、要するに3分の2以上の同意が途中でなくなったんじゃない、要するに途中で死人が抜けたり誰かがなってなくなったんじゃない、だから、どう言えばいいのかな、もうその事業を申請する時からもう3分の2の同意が取れてなかった、要するに事業そのものを起こすこと自体が違法だったんだと。そうですね、うん、だからこれは裁判所として、どうも認めるわけにはいかないから、これはもうあの時なんて言葉使ったっけ、違法状態のまま水をした事業についてだったっけな、で裁判所としては認めることができない、だからこれは事業そのものが成り立たないということだ。だから国土交通省に、が申請したものについて農水省のと答えが出てこないことには国土交通省はどうにもならんということで2年かなぐらい途中で頓挫しました。でもうそれでも待っててもこれはそんなに待つわけいかないと、普通だったら事業申請認定という形が取れとるのは1回か2回かの収容採決申請はもう1回か2回か協議すればそれで型は済むんだと。
いうような反応してたんですけども、最終的にもうどうにもならんということで、国土交通省に、取り下げなさいという勧告を、却下するとあなた方は二度とこの事業はできませんよと。だから私たちの恩情として却下とじゃなくて、自分たちで取り下げなさいということで、国土交通省はやむを得ず取り下げた。却下をされるとその事業認定がもう二度と起こせないんだとですね、却下をされると。だから国土交通省の出先機関が自分の親分を捕まえて、首切るようなことはできないから取り下げなさいということです。まあこの認定の方法とかなんとかにはいろいろ我々にしてみれば異議はあったんですけど、あるんです今でも。だからこの問題はここでもこういうことが出てくれば、私たちはどんどん出てきてどんどん注意をつけます。いいですか、うん、はい、ただここの場合には強制収容まで行けないでしょ。他に確認なんですが、何箇所ってどこ県の何川とかっていう、島根ですね、穴木ダム、島根県の増田川ダムと、石川県金沢の辰巳ダムですね。辰巳ダム。辰巳ダムの方はあれはアユはどうだったっけ。まあ行くでしょう。あそこは行きます。アユは行くけど、増田川の場合にはもう増田川は全然もともとダメだ。漁業権ありません。うん、でまあ高津川の方はもうとにかく日本あれは今もう止まっちゃったから。辰巳ダム、辰巳ダムの方は一応釣りはする人はいるけども、小国川みたく1億3000万とかそういうような状況ではないので、全然その川のポテンシャルが違うんですよ。それをきちんと理解して議論してるかっていうと、全然その全く何つうんだろう、だからさ、自分たちのね宝物を宝物として認識してないっていうのが一番致命的なんだ、山形県は。そうですね、はい、それが一番個人的に一番に気がついたんだ、うん、思ったのがそうです。この人たちは最上川を何とか思ってるんだろうって、自分の大事な、私たちのところは知事が大事な県民の宝だと、国民の宝だと、うん、認定してくれましたので、今の蒲島知事もですね、県民の宝だと、うん、その清流こそが県民の宝だということを、そのくらいね、吉村知事にね言ってほしいですよね。あんまり吉村って言ってほしくないんですけどね、うん、その認識はもう全然おかしい。でもう本当に乱暴な判断をしてどんどん進めようとしてると、もう本当に許せない。何回も言わせていただきますけど、100キロの流程であれば、この小国川の穴あきダムを作ることによって、下まで完璧に抹殺してしまいますね。いいですか。よろしいですか。はい、どうぞ。知らない先生ですけれども、結局じゃあ今回その皆さんが求められるということは、そのダムによらない引き継ぎ策について公開の場で検討してほしい、検討会を、県が開いてほしいということでよろしいですか。そうですね。はい。いわゆる協議会とはまた別に。いや、違います。今の場合にはあくまでも4月12日の協議の中でのやり取りに対しての県の対応と県知事の記者会見に対しての問題です。ですからあくまでも小国川漁協の要求を認めてほしいと、認めるべきであるということです、今回はね。2つあったわけですよね。要するにその協議そのままで協議の場に有識者を入れろという要求と、あとは別個でシンポジウムという話があった、はいはい、無論その両方きちっと検討してやるべきだと。でこれ漁協を納得させるための協議の場で漁協から言われているわけですから、そうです。それをその検討した有識者を踏まえた、まあ、話し合いだったりとかシンポジウムをしっかり、まあ、開いてほしいってことですか。検討して開いてほしいとやるべきだと、やって当然だと、やって当然だって漁協を納得させるために漁協を乗せた協議の場で漁協から言われてるわけですから、それ立場は漁協の方が強いんですよ。漁業権を持ってる漁協の方が、でも なおかつね3点ですね。3点求めてらっしゃる。協議の中に有識者を入れろと、シンポジウムの中にも
有識者を入れろと。だともう一回その公開の場で、この有識者を含めた検討会をしてくれと。そうですね、そりゃそうです。そりゃそうです。公開の場で有識者を。そうそうそうです。そうか。うん、そうです。その通りです。だから変な言葉を使っては申し訳ないんだけども、山形県はまともな、ね、川を求めてはやまなかった沼澤さんの死をですね、全然そうです、ね、反省してない、いないと。要するに自分たちがもっと言い方を変えると沼澤さんを殺してしまったという意識がね、全然ないと、うん、いうことに対して私はすごく憤りを感じてます。これは全国からいろんな声もいただいてるし、今署名もやっていて、ようやく1万人ぐらいの署名が集まりそうなので、またこれは改めて日を設定して提出すると1万人にとどまらないと思います。まあ、これからもっともっとこの声という、で、沼澤さんの死を無駄にしないという声であったり、またイベントも今考えているんですが、今のままじゃ本当の何のためにねっていう感じがするからです。いつも思うんですけど、はい、ご協賛って 入れない、入んないんです。最上川ご協賛って連盟とかにしないもんですか？なんでだろう、ダムによらない治水を求めるという気持ちでは連なんだろう、本当に一緒の気持ちで取り組んではいるんですけど、今回はこの立場です。この立場というか、漁協はもう当にその協議の場で求めてますから。で、もう一つ お話しさせていただきたいのは、関係住民というのが改正河川法の中できちんと位置づけられています。これは何かというと、その流域に住居があるかどうかということを問わず、川に関心がある人、この川に釣りに来る人、全国の人がその川に来る、その全国の人が物申していいという河川法になってるんですよ。県はそれを無視している。ここも問題だと思います。なので本当経験値を積んだ学識者の方もいらっしゃる、また経験値を積んだ吉村さんのような方もいらっしゃる。これからやっぱりこの川を本当にいい治水を叶えたいのなら、きちんとそういう声を可能な限り集めて議論を尽くすべきだと思います。それは全くできてないし、それを門前払いしようとする県知事の姿勢はもう本当に言語道断だと思います。いいですか、この問題についてはあの県知事さんもですね、県の役員さんたちもせっかく球磨川漁協と国とのそのやり取りが、強制収容採決申請の中でやり取りが何十回と、毎月1回やってたわけですから、その中でいろんなやり取りをしてきました。その中でいかに住民が強いものであるか、もう国交省もこれは認めざるを得ないところまで、議論をされてきました。これをですね、やはり1回議事録は取れますので勉強してほしいですね。いかに住民が優先するものであるか、全く住民をここの場合には無視したような状態で、まして住民に嘘800の説明をしながら、説明責任を果たさないで一方的に自分たちの言いたいことばっかりをやってる。ただそれを見た我々、言っちゃご無礼ですけど、私は専門家だと思ってます。そういうことについてはもうデタラメですよ。これはね、一番に言いましたね、詐欺集団だった。そこまで言わせるような文書、住民に対する説明責任はなさせずに、そういうのだけをどんどんばらまいてくる、こういうやり方は許せませんね。やはりそうなって最終的に私たちみたいに、受ける側でみんなが今いますけど、これが攻撃側に転じてきたとき、ね、住民がこれは県そのものは大変な侮辱と恥をかきますよ。恥をかきます。これはもう今までのものをちゃんと踏襲した上でものを言わせていただけるならば、もうこれ恥かく以外にないんだと。そこまで、ひどいですね。
ひどいです。ここまでよくぞあの県民に、なんていうのか、県民無視、住民無視の姿勢を貫ける、うん、ましてその無視というよりも騙そうという姿勢の方がひどい、うん、これはもうここに来て私は何にも予備知識も何にも持たずに来ました。はっきり言ってで、昨夜、話し合いを聞きながら話し合いをしながらちょっとしたその資料をごと見ながらこんなひどい資料見たことねえぞと思いました。うちも相当やられました。しかしここまでひどいものはありませんでしたここまでひどいものありませんでした今の質問はなんでこれあの2つの団体で漁協さんは入ってないんだって質問だったんじゃないの。違うの。そうです、うんうん、あまあ聞きました。もうちょっとしたい、うん、はい、じゃあいいんだろう。あ、長くなりました。すいません。これからもお昼過ぎてますが持っていきます、うん、どうもありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございました。これから